えー、こういう事件がなくなりませんね。今回はですね、認定こども園、川崎幼稚園ということでね、3歳の女の子がバスの中に置き去り、バスって言ってもこんなちっちゃいんですよ。それベルファイアぐらいの大きさですからね、バスとも言えない乗用したサイズですよ。で、私も言いますけども、これね、見落としとかではなくて、これわざとやったと私は思いますね。そうじゃなくても、これは故意に類する行為だと思います。運転手が園長先生でしょ そのの責任感のかけけらもないわけですよでこの園長先生に突撃独占インタビューしたまあそういったメディアがあったんですけども悪びれる様子もなくね無言でのしのしと歩いてまあなんか偉そうなもんでしたよね園長先生が故意に何かね攻撃を加えたわけではないですけども見落としっていうのもこういった幼稚園のバス保育園のバスでは準なんとか罪にい 類すするものではなないいかなと思いますよねだからこうお預かりした子供一人一人に大した責任感を持ってなかったってことですからここは厳しく追及されないといけないんじゃないですかいやこれはねあのわざとでははないい見落ととしたってそれは言いますよ自らねわざとやりましたって言う人はいませんけどもこれはわざとやったというふうにもう決めてかかってやってもいいと思いますしそれからねこの認定こども園って一体何を認定したんですかね ここにも責任が及ぶべきだと思いますよ。こんないい加減なところを認定してやらせてるわけでしょ。その認定ごども園という信頼をもとに、ね、お子さん預けるわけじゃないですか。それこそ無認可のところの方がちゃんとやってますよ。でそういう現実を見ずにね、無認可のところを私たちが軽んじいているそ現実もあるかもしれませんし、現実はこんな感じですよ。認定というところにあぐらをかいて適当なことをやってるんですよ、これは。で、これなくならないじゃないですか。去年もありましたしね。 報道されてない中にも、まあ、死亡に至らなくてもあわや熱中症みたいなことっていうのは隠されてるだけで起きてるんではなかろうかと思いますよ。そう考えざるを得ないし私もね2歳の子を持つ親としてあの他人に自分の子供をね月に数万円で預けることの恐怖。ね、いやこれはよっぽど吟味して円の方にもアプローチをね細かくしてそれからちょっとミスったら 大変なことになるっていう保護者の方からもね圧力をかけていかないと治らないんじゃないかなと思いますね。なんで普段はちゃんとやってるところだと思うんですよ、これは。うんでも、ちょっとしたミス、ヒューマンエラーが、将来あるね、一人のお子さんを死なしてしまうってことでも取り返しがつかないわけですよ。この亡くなった女の子のね、ご家族、親戚、皆さんも、 どんな気持ちでしょうか一生笑い過ごせることはできなくって、被害者ですよ。被害者というのは時が経っても永遠に被害者ですからね。一年後、二年後、三年後、ああ、もうそろそろ生きていたら小学生だったんだな、中学生だったんだな、生きていたら生きていたら、ずーっと思うんじゃないですか。それから、ここまで大切に育ってきてあげたね、まあ、いろんなベッドですとか服とか、 おもちゃとか、捨てられずにそれこそこれこそ本当のトラウマですよ。でこういったことがなくならないように毎日でも報道してもらいたいですよね。それこそこの事件がなくなるまでずっと毎日認定こども園川崎幼稚園園長が運転死亡事故起きました置き去りね拷問よりひどいですよ。ね。 あれがこの日本でも起きてるぐらいのレベルでひどい話だと思うんですよね。えス増田立義園長、73歳。うん、こういうふうに書いてますね、インタビュー。今、どのようなお気持ちでしょうかというふうに、マイクを向けたら、足早に歩く高齢の男性、バスを運転していた園長ですと。テロップついてますけども、無言ですね。大変申し訳ないと思ってます。 とも言えないんでしょうか、ね、この園長先生にもお子さんやねご家族いらっしゃるでしょどうですかお子さんやご家族の方奥さんもいらっしゃるかもしれない園長先生お家に帰ってね安らげないでしょやっぱりあらゆる場所でとりあえずは心込めた謝罪をしてそして原因の究明と包み隠さぬ情報の発信そして再発を防止することこれは園長さんのできるね もものすすごいい役目だとと思いまままよもう起ききてししったことは取り返しがつきませんその謝罪は謝罪であっていいんだけどもそれを二度と起きないように社会に役立てるために再出発することで今回の事件をね無駄にしないってことになるんではないかなと思います結局去年似たような事件5歳の男の子が置き去りになりましたけどもそして亡くなってましたよねああいった事件を自分事として捉えないからこの認定子供園でと同じようなこと事件起きるわけですよ軽く感じすぎてるんですよ せっかくああいう事件を報道してくださって救急救命士のね YouTuber さんも自分でも体験して車内に残って1時間で出てきましたよ訓練してる人ですら大人ですら生命の危険に及ぶ車内閉じ込めですよそれをこんなね幼い子に水もなく不安だったでしょうお父さんやお母さんの顔も浮かんだんじゃないですかきっと助けに来れると思って信じて窓を叩いたのかもしれませんね ひどい話ですよね。何を認定したんですかね、ここはね。うん、まあ、このね、幼稚園に突撃したいくらいですけども。いや、私の身にこれが起きたらね、もう幼稚園は焼き打ちですね、私はね。もう一人残らず許さないですね、ここに関わった人間は。もう懲役どんとこですか、私の場合はね。う,そうでもしないと気が晴れないですよね。そのぐらいの大きな事件にしないと、懲りないんじゃないかなと。 思うぐらい本当にもう悲しくなりますねもうね悲しみは連鎖するんでうんどういうことだと思っちゃいますよもう去年で終わりにしてほしかった、うんまあ、ちょっとね過激なこと言いましたけども多分お子さんを失ったご家族はもっと煮えたくる思いがあると思いますよ、うん、でもだからといってねこの園長先生に むちゃくちゃな償いをしろっていうのは、これはね、人道的にも法的にもできませんので、それをしろってわけじゃないですけども、ただね、マイク向けられてごめんなさいぐらいは言えないのかってことですよ。こういう人間だから、預かった子供が死ぬんじゃないですかそこはもう変わらないですね。こういう人間だから。間違いを犯した時に、失敗した時に、自分の責任が果たせなかった時に、頭を下げるということができない。73歳。もうね、だからね、 まさに老害ですあここだけ見たらね他にもすごくいいね側面いっぱいあったんだと思いますけども台無しになっちゃいますから是非ね一刻も早く積極的な捜査の協力とそれから捜査以外でも謝罪をね放送を通じてやってもらいたいなと思います。